アレックス・アーノルド・レオン・オチョアは、メキシコ・シナロア州クリアカン出身のプロ野球選手。ウト右ミギウチ。メキシカンリーグのユカタン・ライオンズ所属。2008年にオークランド・アスレチックスと契約し、プロ入り。この年は、参加の A 級ストックトン・ポーツで、プロデビューした。2010年には、トミー・ジョン手術を受けた。その影響で、この年と、 翌2011年の大半を棒に振った。2013年に第3回 WBC のメキシコ代表に選出された。カナダ戦ではレーンとソニーに恋石球を与え WBC 史上初となる乱闘の発端となった。2014年5月にメジャー初昇格したが、この時は登板機会がなかった。2015年4月22日の ロサンゼルスエンゼルスオブアナハイム戦でメジャーデビュー。この年は19試合で投げ、勝ち星なしに終わったが、防御率4.39というまずまずの数字を記録した。2016年1月5日に後日発表選手とのトレードでトロントブルージェイズへ移籍した。この年は初めて開幕25人枠入りした。その後、4月13日にリーフとなり、 23日に40人枠を外れる、形で参加のトリプル A 級、バッファロー・バイソンズへ配属された。2016年5月18日、不審により退団したコリン・バレスターの代役として、韓国プロ野球のサムスン・ライオンズと契約した。同年サムスンでは1軍で2試合の未登板、未勝利で退団した。2017年5月8日にメキシカンリーグのサルティオサラペメーカーズと契約した。 2018年8月13日にメキシカンリーグのユカタンライオンズにトレードで移籍した。ありがとうございます。